はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化春衛で、北雪浴衣デッキを使ってやっていきたいと思います。でデッキはこんな感じで、せっちゃん PSR プラゴですね。で他の、浴衣娘3人組も、とりあえず SR プラゴには、なってます。で、あとの2人が今回はね二刀流ルナちゃんを、お借りして使っていきます。で二刀流ルナちゃんはねあのエピローグ経験点もらえるんで、まあほぼほぼエピローグ経験点目的ですね。とあと金徳がエースキラーなんで、まあ、エースキラーの骸骨ね、せっちゃんがタイエースをエピローグでくれるので、まあ、それもあって相性はなかなかいいかなと思って使って、ます。とあと能見さんね、能見さん枠ねエピローグ経験点目的で、まあ、ホムラちゃんもねやっぱり考えたんですけれども、そうすると二刀流ルナちゃんがねちょっと前イベでイベント数が、重くなってるんで、まあ、コンボの、ね、数からすると前4になるのはねさすがにホムラちゃんイベント数2とはいえきついかなと思って、今回は、まあ、経験点目的イベントの経験点目的で、能見さんを入れてます。まあ、あとね、まあ、北雪組だとちょっと精神ポイントが足りなくなりそうな感じなので、まあ、その精神ポイントを補える、意味でも、まあ、能見さんを選んできましたというところですね。じゃあこれでやっていきましょう。一応方針的には、まあ、まずせっちゃんだけど、せっちゃんそもそも出てないんだよね。ルナちゃんはまあ上げる必要はないとはいえ、監督評価とかって勝手に上がってくんだっけ。ここなんか呼び戻しとかすると監督評価上がってったよね。で呼び戻しに関しては、まあ、北雪の人たちは早々に呼び戻します。で能見さんとルナちゃんはコツがもらえる、2月のところまで置いといていいかなっていう今のところそんな感じです。だから まあまずはねせっちゃんを彼女にしましょう。であとはまあできればねクリスマスはせっちゃんと過ごしたいんだけど、コツかどうしようかな、3人かちょっと体力減ってるっていうのもあるからな。せっちゃん第一候補はせっちゃんだやっぱり。練習をねしてね結構評価は上がっていきますからね、選手兼彼女キャラは。で、いない、せっちゃんがいないか。メンタルでちょっと置いとくのもありかな。あんまりねだから北雪組の人たちの評価を早々に上げちゃうとね調整が大変なんだよね。せっちゃんがいない、いないよ、いない。じゃあ体力を消費していくか。なんとなく両チン、コーチか。コーチは多分無理だな、コーチは無理だけどここちょっと練習してみる。さすがに追えないよコーチは、デートに忙しいから。雑用ってこれ大丈夫できる、一回寝とく、ちょっと一回寝とこう。でここはもう評価を上げていこう。まあ、PSR だけあってやっぱり結構もらえるね。ここら辺のイベントかな、全然把握してないからな。ちょっと見ましょう。まあ、通常イベントではあるんだけどね。どれだこれ、ちょ、わかんねえ。わかんねえか、適当でいいや。受ける。なんか一応成功したっぽいな。これなんか失敗とかあったよね。これせっちゃんが出てきてくれれば冷静、なかなか珍しいね。いやもうルナちゃんのこれはまあ進むは進むで全然いいんだけどね、二刀流で進めていきましょう。せっちゃんよせっちゃん、おタイエースとかもらえたし、げこいつら出てくんの。初めて知った、選手兼彼女キャラも出てくるんだ。あここはなんていうの、分からん。コツでいくか。
あ、早球骨、プレッシャーランはいらない。あ、一番上だな。失敗はしたくないんで早球骨をもらっていこう。流し打ち。りょうちんか。なんかりょうちんの評価がどんどん上がっていくな。告白さえ来てくれればいいんだけど、あれいなくなったんだっけ、もうなんか忘れちゃった。あ、いなくなってるね。コーチ終えるときにちょっと一応追ってってみよう。無理だと思うんだけど。てか災害じゃん。あ、来た来た来た。いやでも戻さないときついよね。いや、いくらさ、このままだってせっちゃんだけでいいわけでしょ。イベント数的に戻さないときついと思うんだよな。割とさ、みんな福井部だからね。デートじゃないや、戻せねえやまだそもそも。コーチと戯れようと思ってるけど、コーチがなかなか来ないな。ツンデレコーチだな。呼び戻すか。戻せるときに戻そう。で、りょうちんは一番評価が上がってるからあんまり戻したくないと思ったんだけど、ちょっと一回その他にしよう。よし、入れ替え試験。ミート上げときゃよかった。何も上げてねえや。久々にやるとさ、こういう上げどころを忘れるよね。暁大付属とかもそうなんだけどさ、あ、能力上げてねえみたいな。あぶねえ、ファールになったかと思った。160キロこいつ、イカれたピッチャーだな。流される。こいつ異常じゃない？160キロ、コントロール B、スタミナ D で444だよ。カラスマとかマジいらないでしょこの高校に。カラスマの居場所なんてないよ。申し訳ないけど、ちょっと水谷君やる気ないけどさ。しかしその160キロ投手からもね、ポンポンヒットを打つと、うわ、あの1個惜しかったな。ホームランは狙えないかんね、この。ほら、無理だ。まあいいや、1回目のテストは上々でしょう。60、 OKOKOK、 ちょっと上げとこう。今回なんか精神足んなくなるかなと思ってね、一応ミートアピールでは来てるんですよね。これ上げ忘れたとしても、まあこの能力であればなんとかなるかな。とりあえず戻せる人は戻そう。チカちゃんの評価32とか、戻しただけで評価乗るじゃん。コツ一応見とく。チカちゃんか、コツはあんま必要ないんだよな。あー、カラスマも戻せるのか。カラスマルナ、出なかったな、ハッチが。カラスマも、ちょっと待ってね、これは勝負だからちょっと早かった。うわ、振り捨てられた。 OK、 カラスマも遅く戻した方がいいんだっけ本来だったら。あ、そうだね、なんかコツくれたような気がするもん。いやでも戻しとかないと、そうだな、コンボも発生しないのか。務まる務まらない、これはあれだよね。どっちがどっちだ。せっちゃんの評価を上げていきたいのよ。せっちゃんの評価を、務まる務まらないのやつはチャレンジ精神か。務まらないでチャンスか。まあいっか、一出し。うん、じゃあコツもあることだし、これはもう告白が来たら完全にあれだな、せっちゃんは負けるな。どうする、コーチ追ってみる。いや待って、もうそろそろさ、そもそもさ、デートを始めないとまずくないか。
1回だけ練習して、その後もデートしよう。キャッチャーとかだもんね。飽きたー。無理だよー。まあ受けるけどさ、せっちゃんに勝ち目ねえよー。ちょっともうデートを始めよう。12月の3週までデートしたとしても間に合わないだろうな。もうとにかくデート、こっから。あとはね、からデートが何回起きるかだよね。お、これはロードワークに出よう。とにかくせっちゃんの評価上げる。これはセンス丸がついてくれればねいいんだけど、最悪失敗するからね。おー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 おおお、すげえすげえすげえ。モテモテセンス良くなったとか、こんなん初めてだよ。いや、さすがだな、さすがモテモテくんだな。じゃあデートしよう。これせっちゃんいけんじゃないか。せっちゃん最後ね、あの井戸端が怒った時のケアとして取っておきたいはあるんだよね。これは平何でいきましょう。11、どうだ、せっちゃんいけるんじゃないか。おお、いった。あとはもういいや。せっちゃんのねバレンタインは大したイベントじゃないんで。よし、じゃあまだ大丈夫か、まだ置いとこう。あ、待って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 、ホームランが打てるパワーミートいいか。弾道はじゃあ3にしておこう。これで狙えるかな。呼び戻しをどうする。一回やろう。8、 OK。 これで一応告白組はみんな戻しましたね。でアメリカかヨーロッパか、これもわからないから。ちょっと毎回毎回中断して申し訳ないけど、失敗はしたくないから意外性流し打ち、流し打ちだな、芸術的流し打ちがあるからね。よし、まあここもせっちゃんか。 OKOKOK。 よし、大吉イベントいいね。今回イベント運に恵まれてるな。あとはその最終的にね、井戸端でどこまで戻せるかっていうところ。井戸端が起こるとねモテモテが剥奪されるからね、これもちょっとちゃんと見ていこう。なるべく経験点を取りたいんだよね。あ、精神か、勝負だで精神が取れるね。ちょっと精神ポイントを増やしていこう。で、 できれば2回目くらいからね満点を狙っていきたいんだけど、まあ、満点っていうか40点、ちょっと能力的に、うわ完全に振り遅れたな、やばい。満点どころかもう出だしが最悪だな。このさ変化球ばっかり投げてくるさ人超嫌なんだけど、変化球に気を取られてさストレートの対応が、あと2本、ホームラン打てば無理だ。もうずっとボール球投げてくれ。これどこまでいけば60点取れるの。さっき60点だったよね。おお、60だ。お、打球伸び、なかなか珍しい。コツが来てる。あー、8か。いや、デート進めよう。もう一人くらいちょっとこれホラーにしよう。あ、でも体力の上限上げる必要なかったか、あんまり練習しないからね。あ、でも経験点結構もらえる。で2回目のこれは
あ、練習優先か、よし挑戦しようは体力が増えるから経験点を狙っていきましょう。もう一人骨格来てほしいな。33まで進んだからね。いやこれさ結構経験点もらえるね、やっぱり。あ、来た来た来た、ハッチハッチ、付き合おう。よしチャンス。一応コツは見ておく。こっちか、まあ、デートしよう。あんまりあと何周デートが必要かとか考えてない。とりあえずデートを進めていってるだけ。これはなんか体力回復系っぽい感じのイベントだな。プロテインか。これもなるべくだったらな、経験点もらいたいからな、その体力上限とかアップした気がするけど。プロテインとか3回もあるのこれ、イベント数的に。あ、一緒に飲むっていうのがあれだね、一番無難だけど。経験点が手に入んないのか。経験点的にはまあ飲まないだな。デート、いつ何時。ちょ待って、呼び戻すか。2月の1週に入れば呼び戻し大丈夫だよね。少しさばいとこう、総力をさばいとくか。 D くらいまで持っていける。今回はショートなんでちょっと全部の能力は欲しいかな。守備系、基礎能力的に。でパワー C にしよう。これでホームランだいぶ持ってきやすくなるから。呼び戻そう。どっちにする。ルナちゃん1回進んでるんだよね。能見さんを戻すか先に。さよなら男か。バレンタインはチカちゃん。まあ筋力ちょっと、まあせっちゃんもね大して経験点くれるわけじゃないんで、戻す人は戻しておくか。あれ、りょうちん戻してなかったっけ。普通に忘れてた。まあいいや、コツもらった。これ飲まないでいいのかな。飲まないでいいね。経験点もらうためには飲まない。そっか、ルナちゃんそりゃ勝負になるよね、能力的に。一発狙っていくか、普通にミートにするか。一発狙おう。ルナちゃんのプライドをズタズタに引き裂く、それが俺の喜びだ。あ、対左だ、いいね。本当はコーチ戻したかったんだよね。そうするとさ、そして能見さんもいいね。イベント経験点くれるね。流れに乗る。あとはもうひたすらデートだ。一応タッグが組める。練習レベル高いからそれなりにはもらえるか。もうコーチは無理だな、マジで無理。総力もちょっと C に持ってって、今のところ敏捷が足りなくなりそうだな。敏捷不足だね。デートで敏捷キャラとかって敏捷をやっぱりくれたりするのかな、ハッチとか。技術、能見さんはだいたい技術とか精神だよね、イベントでくれるの。あれ、これってさ、それなりに打っときゃいいやつだっけ。コントロール S、 スタミナ B とか。俊英のさピッチャー普通に強くねえか。カラスマもそりゃ大変だよ。カラスマそりゃさ2軍に落ちるよ、こんな優秀なさピッチャー。そっ、今のダメなの。ミート打ちってね、ちょっとなんかその外野の真正面に飛んじゃう時とかがあるんだよね。ホームラン男で、ここはスコアはあんまり気にしなくてよかったはず。バントの練習、バントっていうか、なんていうの、セーフティーバント。
20がマックスだよね。あとはもうデッドだな。333まで進めときますか。でせっちゃんは最後の方に残しとこう。選手キャラの方が、おいいね、敏捷くれた。選手キャラの方が戻しやすいからね。でこれもちょっと経験点コツでやっぱり選んでいくか。イブシギン対左、対左いいね。チャンスはもう大丈夫だな。ただ対左を取ろうとすると敏捷ポイントがもらえないんだ。チャンスにすると敏捷が結構伸びるな。どうしようかな。まあ、チャンスもなんだかんだで混ざろう。で両チット58か、結構でかいね。チャンスもね5で掴んでいいものではあるんで、監督評価大丈夫だよね。109、今の状況で109あれば大丈夫。というわけでデートをしよう。経験点、おいいね、敏捷。まあ22ではあるけど、さあひたすらデートだ。でそうすると2468残るってことか。おいいねいいね。あロードワーク、これもね敏捷ポイントもらえるんで。あれこれ何回目、2回目だっけ。これもうちょっと経験点欲しいね。体力、まあ最大値が上がるからな。なんか依存してんのかな。とりあえず B にしとこう。ちょっと総力 B に上げると片守備がきつくなるかな。うー精神がやっぱり足りない。チャンスは4か。ちょっと待ってね、チャンスも潰しちゃうっていうのはありかな。なんかでチャンスもらう機会あったっけ。まあいいや、ちょっと置いとこう。ちょこつだけ見て、なんかよっぽどだったらちょっとやるけど、基本はデートでいいや。井戸端もな、来るんだったらもう速攻で来てほしいよ。おいいねいいね。そして能見さんのこのイベント、精神で、せっちゃん評価はどうなんだっけ。せっちゃん評価は大丈夫だよな。モテモテが剥奪されちゃうからね。じゃあ、りょうちんから1回ずつデートをしていこう。で、余裕がありそうだったら練習するか。空デートもね、まだ起こってないから、一応そこもちょっと視野に入れて、多少余裕を持っていこう、やっぱり。さあこの能力だったらちょっと40点狙いたいね。1本、今村くんストレートだよな。やっぱり全力ストレート振り遅れちゃう。変化球の後だとねやっぱり振り遅れちゃうよね。あとフォークやだ。集中していこう、集中して。おいいねいいね、優しい。あと1本いけるっしょ。はいけはいとか言っときながらちょっと危なかったな。ミートがでかい方が打ちやすいな。おおいいね、ムード丸とか超いらんわあ一回どうする、やっとく。なんか監督評価こっから先ってなんか上がるっけ。いやちょっと一回やっとこう。怖いわ、怖いな。よしこれでいいでしょ。のみさん OK。 ビーチバレー、
これはマジでどうする。確か敏将取りに行こうとするとプルヒッターになるんだよね。逆境はいらない、満塁もいらない、プルヒッターもいらない。粘り打ちか。モテモテ習得済みだと全員で広角打法が取れる。ただその代わり経験点が全然もらえねえな。え、マジで。いや、広角打法取りに行こう。せっかくモテモテがあるんだ。41とか、まあ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 、広角打法のね軽減を考えれば。じゃあデートしよう。8、4月か。まあできれば5月中には来てほしいよな、まあ、来るんだったら。もちろん来ないのが一番いいんだけど。あー、りょうちんはね守備職人持ってるんだよね。守備職人欲しいな。コツをちょっと確認します。今で5000か、どうなのよくわかんない。チャンスは潰したいね。バント職人か。バント職人までは潰せない。チャンスは潰そう、もう4だし。いや、ちょっと一回じゃあコツを取りに行きますか。疑問形になってるけどさ、4月の4でしょ。ちょっと待ってね、デートの回数だけあと1、2、3、4、5、6回。6回、マジか。結構きつくね。5月6月7月、あ、いけるか。まだ5月に入ってないからいけるか。いけるいけるいける。守備職人が大事。よし、 OK。 さてここはねやっぱりね金魚すくいだね。骸骨が欲しいんで、とにかく。よし、競争心。お、北風と太陽、これ太陽にしよう。精神ポイントを取っていきましょう。あ、そうだそうだ、いつもなんか60くらいくれるさイメージがあったんだけどさ、そんなくんないわ。タンクも悪くないよねやっぱり、まあ、練習レベルが高いっていうのもあるけど、タックも多分45になれば70くらいつくはずなんで、優秀ではあるよね。そう考えるとダブルタックが来たらまあ考えてもよかったけど、コーチはいける、両立できる、これ本当にギリギリだね。両立しようとすると、でこれも回復する必要はないんで、まあ、コツとかを取っていきましょう。うお、100、130くらいか。でかいな。コーチ両立か、どこまでだっけ。いや無理だな、4までいかなきゃいけないんだっけ。星総力ポイントが何気に溜まってきた。基礎値的には高くなりそうだな。オールウェイを一旦目指す。でそこから打っていくか、金徳とかに。意外に使ったな。ちょっと技術がなんだかんだで今余ってるってことか。まあ、技術は結構使うからね、他にも特能で。だね、デートだな。せっちゃんを一回消化しちゃおうか。残り4にしよう。でここも1本にしよう。よし、精神ポイントをゲットして、よし、これ勝手に進むからね、さっきのコーチのやつ。あ、これ二刀流に挑む。どう？お、なんか褒められた。やった。なんか褒められたぞ。あ、メンタルが来てる。メンタルが来てるけど、いや、コーチはもう無理だよな。コーチってもうあの試合が始まるとダメだもんね。ダメだけど、ちょっとやってみる。体力いっぱいあるし。精神のタックが来てたからな。初か。初メソッドだったな。いやでもさ、6月っていうのもちょっと嫌だな。練習して次はデートしよう。じゃあ、いや井戸端が来てないのが怖い。ここまで結構いい感じで進んできてるからね。で残り1回ずつでしょ。せっちゃんは最後だな。せっちゃんを最後に回す。
応これ見よう。うおー、こんな時に限ってコツプラス。いや、コーチは無理だ。コーチはもう絶対無理。6月の2、3、4、残り6週でしょ。からデートを考えるともうそこからずっとデートしたい気はするんだよな。りょうちんのコツはね、もうチャンスと守備職をつかんだから、まあいいんだけど、どうかな。もう A まで持ってったからね、筋力64、80くらい入るか、タックで。いやー、悩むわ。ちょっと怖いわ、怖い。選手系はちょっと進めちゃおう。いや、いいね、経験ってくれるね、やっぱり。いや、ハッチももう終わっちゃおう。で、骸骨はね、もう掴んであるんで、切磋琢磨も OK ですと。で、ここも満点いきたいね。オール A だよ、オール A。 満点いけるでしょう。しかしそれが満身なんだよな。よし、1本。なんかさ、ピッチャーの人たちがどんどん弱くなってくんだけど、最初のピッチャーマジで異常だったよね。もう何組んだか忘れちゃったけど。いや、最後は優しくなったな。コーチもちょっとあいつに厳しくやりすぎたなって思ったのかな。もう石塚はお前でいいよ。よし、 OK。 40点って今も結構きついね。あと2回しか余裕がないんだけど、1回でもミスるとホームランを、ホームラン7点でしょ。7、6、42、ホームランだけだと6本か。あ、でもそう考えればまあそれなりにいけそうな気はするけど、まあ、やっぱ俊英はね、これが全てですよ。チャンスメーカー OK。 タックが来てる。あー、悪くないね。悪くないけどさ、スカウトさん評価全く上がってないね。で、監督評価は大丈夫だね。コーチの評価はもう無理だな。で、あと2回か。ちょっと1回練習しよう。はい、競争とか、これ何受けない。で、お出かけデート。んー、チカちゃんを終わらせて。いや、7月に入っちゃったよ。でも浴衣イベントとか何個かちょいちょいまだ消化してないのあるよね。イベント数的にはすげえ多くなるからな、まあ、それも踏まえてイベント数が多くなるってことは、まあ、井戸端が起こる可能性も減るっていうことだからね。まあ、あとは試合で負けないこと。そう、試合にかけはね、辰巳コーチの評価が上がってくんだけど、もう起きないよね。だってちょっと取れるやつを少し広角打法あった方がいいや。何やんだもん、いいや。で、芸術的流し打ちの人でしょ。初球は失敗する恐れがあるから残しとこう。規約ヘッドは取っちゃおう。サヨナラももう取る機会ないよね。ローボールヒッター、エースはまだ残しとく。精神的支柱。そこから切磋琢磨もまあいいか。競争心2で掴んで90だからね、やっぱり結構精神使うわ。で、打球の技術余ってるから丸だけ取っとこう。冷静はもう取る機会ないんで、ここで掴んじゃって、あとはデート的にはせっちゃんの1回を残すのみだから、1回練習しちゃおう。一応ここで見る。総力か、総力すげえ余りそうな気がするな、このまんまだと。いや、コーチだってもう無理でしょ、絶対やってくんないよね。一応やってみる。起きないと思うんだよね、追加コーチ。ここまで来るとコツがあるな。ただせっちゃんが怖いから、終わらせておくだけ終わらしとこう。いやー、7月3週まで来たよ。せっちゃんをね、失敗する恐れがあるからね。
押しつかんだ。いやこれ最後に来たらもう戻せないよ。最後に来たら戻せない全員は。で一級入魂もじゃあ掴んじゃいますか。消化はできてないよね結局。まあただコンボ系のものが、あれこれはどっちがいい、俺が行くにしとこう。お、いいねいいねいいね。これでもう前イベは起こんないよね次で。あれって前イベだったよね井戸端。いやわかんない適当に言ってるだけだけど、これまだ後イベが起こる可能性があるんで、何がいいかな。足りなさそうなのがまたなんだかんだで技術足りなくなりそう。クスカットさん評価上げとくか。試合がないからね。どうよ10人に1人。よしあとは、メンタル来てる。ちょっとやろうこれ。これで2回練習ができるね。そして井戸端は来なかったね。よかったよかった。いやかなりうまくいってるな。千丸来たっていうのがめちゃくちゃでかいよね。で金徳もだいたい掴んであるから、もうパワヒとか直撮りする。序盤ちょっと危なかったね負けるかもって思った。よしタックは来てる。あー守備、どうする。いやールナちゃんやっぱ伸びるは伸びるね。80、90くらいくれんのかタックで。こっち行こうすぐ経験点に釣られるからね俺。よしでもこれがいけたってことはパワーヒー自家取りしちゃおっか。169重いな。それとも 10% 引きにはなってるんだよね。うん、パワー A でとりあえずいっか。余裕があったら S まで行きたいけど、パワー比をちょっと直撮りして打ちやすくしよう。なんか毎回最後さルナちゃんが締めてんだけど。よしコツ、おこれは経験点で釣られる。また俺がいるノーフィさんのコツ欲しい気がするけど、ハッチのコツをちょっと取りに行こう。さっき筋力ポイントいっぱい使っちゃったからね。粘り打ち。さてエピローグ経験点がかなりあるんで溢れないようにしないといけないから、コツがあるものはちょっと1個ずつ取っとこう。せっかくねコツをつかんだんで。チャンスメーカーももういいんだっけ。あー技術がなくなっていく。エースキラーは対エースがまだあるから、なるべくじゃあ例によって技術を使わないやつ、これだな。本塁生還盗塁アシストとかはな技術使っちゃうからな。高い、高いか。一発逆転もまあ使わないは使わないからな。打開取って一発逆転を取って、あとは精神をすごい使うやつ。競争心とかね技術筋力あんまり使わないんだけど、ラッキーセブンにしよう。リベンジもまあでもそれなりに技術を使うのか。ラッキーボーイ、いやだったらあまあいいや。あとは最後の試合経験点とエピローグ経験点で揃えていきますか。まあ一応ホームラン2本打てたんで
一緒。いや、これは結構期待できるな。経験点的にも期待できるよね。ちょっとドラフトはね、全然スカウトさん追ってなかったんで、ここはしょうがない。まずせっちゃんでしょ。でこれも PSR プラゴだからね、100を超えると。でタイエースもらいました。でりょーちん、もうここら辺の経験点よくわかんない。あ、バランスはいいね。8とかって結構偏ってんだよね。うん、そもそも精神をくれない。でルナちゃんも敏捷ポイントくれるから敏捷が余りそうだな。逆に打開くれんのかーい。忘れてた、忘れてたっていうか、もう1回しか使ってないから。おお、9700とかすげえ。1万いきそうだったな。これコーチとかね、もし狙えれば1万も夢じゃなかったな。いや、ただ全体的にもうほぼほぼうまくいってたから、ここまでうまくいくことはもうなさそうだけどね。でも9000前後は全然狙えるね。というわけで1000丸なんでね、また能力も上げやすいし、ちょっと特能から見ていきますか。コツ的なもの、あ、エースキラー取らなきゃいけないんだ。エースキラーと安安って3で掴んでるからね。エースキラー1だけだったらやっぱきついんだろうな。もう忘れちゃったけど、前回ルナちゃん使った時1だけだったよね。で、まあ、本当はね、査定ガン振りするっていうのもありなんだけど、やっぱり俺はね、ちょっと基礎能力も大切にしたい人なんで、筋力やるとちょっときついかな。オールエースとかいける？いけそうだな。筋力はなくなるけど、とりあえずオールエース。敏捷100とかにはいけないか。敏捷っていうか、総力99。だったらなんか盗塁。敏捷が余ったね。打開はまあ、でも敏捷余るっていうのを考えれば時間取りでもよかったかな。ちょっと取れないわ。余っちゃうのはしょうがないから、ゲッツー崩し、逆球が取れんね。うん、敏捷が余っちゃうな。まあしょうがない。まあこんな感じか。まあそれなりにさばいたかな。でもおー、いいね。まあ SS には届かなかったけど、まあ、あの基礎能力多分あの捨てれば SS は届いたと思うんですけど、まあ、ちょっとね、今回このこのショート普通にいいぞ。うん、パワー飛行格も取ったし、いやー、 まさか強化周囲でここまで強い選手が作れるとは思わなかった。そっか、あれか、もう小平くんの奇跡が全てだね。小平くんのところで千丸モテモテが取れたっていう、これは本当に奇跡でしょう。という感じで、やっぱね、強化は面白いね。やってて経験点伸びるんで、まあ、他のね、高校も強化されてるんで、ちょっとね、期間がね短いっていうところが残念ではあるんですけれども、まあ、やっていきたいと思いますので、まあ、次はどっか見繕ってやってきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。